恵方巻きでかすぎるだろう。でかすぎないですか恵方巻き。まあちょっと前にね、恵方巻きを食べる行事イベントまあなんていうんですかあったと思うんですけど、でかくないですか恵方巻きって。まあもちろんね、その自分で作るときは、小さめに作りゃいいとかね、まあ売ってるものでも小さいのとかあるのかもしれないですけど、基本的に売ってるやつでかくない。でかいんだよ恵方巻きって。まああれをね、こう口いっぱい頬張って食べて、まあその間ね言葉を発しないみたいな、いろいろそういう習わしがあるんでしょうけど、腹いっぱいになるんだよ、でかいから。あれで腹いっぱいになりたくないんだよな正直。どうですか皆さん、恵方巻きでその日の晩ご飯潰れちゃうのちょっと惜しくない？でもあんなでかかったら、しかも食べきらなきゃいけないし、お腹いっぱいになるんだよ。でかいって恵方巻き、あれはでかい。なんか豆巻きで豆をとかそういうサイズじゃないから、もうでかいから。とにかく太いし大きいし具もいっぱい入ってて、お腹いっぱいになるよあれ。もうあれで一日の食事終わらせたくないんだよな、うん、大事な晩ご飯を。でしかも食べてる途中に、まあ、声を出しちゃいけないとか喋っちゃいけないっていうね、のあると思うけど、いや一人暮らしのやつ喋んないから、そもそも何食べてても、何食べてる時も黙ってんだよ一人なんだから。なんかそう考えたら余計虚しくなってくるんだよね。恵方巻きの時は喋らないでください、言葉を発しちゃダメですよっていうのを散々こう言われると、普段の食事までなんか悲しくなってくるから、なんで僕は普段から黙ってんだろう。そうなる、みんななるよ一人の人は。あれ今日も恵方巻きの日なのかな、明日も恵方巻きの日じゃんってなるよ。声出さないもん。じゃ逆にみんなで大勢で食べてる時声出したいよ。それが楽しいんじゃないの、そういうのって。あんな大きいものを頬張るんだから、そこちょっとどうなんだろうなって思うし。あと最近ね、まあ最近ですよ、特に全国的にやりだしたのは。でいろんな人が恵方巻き食べたっていうのをね SNS とかでアップしてますよ。まあアイドルとかの人もね、SNS でね恵方巻き今日食べましたみたいなの載せてたり、まあいろいろすると思うんですけど、喋るのはダメだけど写真撮るのいいの？撮って載せるのは大丈夫？喋ることすら禁止されている、それだけ神聖な儀式に写真撮るの OK なの？自撮りとかで。あと絶対こういい角度にしようとしてるから、その方角ずれてるし、北北東みたいなやつ、なんかあれ結構な北北東ぐらいの3つのやつでしょ、3つぐらいに細分化したやつでしょ、ずれるよ絶対に。写真撮ろうとしたら自撮りなんかして、あここちょっと違う、こうやってたらもうずれてるから意味ないよ。あの方角で食べなきゃダメなんでしょ。その辺のなんか基準が曖昧なんだよな。ちょっと恵方巻き大変なイベントになってきちゃいましたね。今後考えていかないと、でかすぎてお腹いっぱいになっちゃうし、恵方巻きの時声を出さないということを考えることで日々の食事も寂しくなってくるし、あとは写真撮る時絶対角度ずれてるし、方角がずれたら意味ないんじゃないかな。ちょっとこれからは恵方巻きについて、まあね今年は終わりましたから、来年以降しっかりみんなで考えていって何かいい対策を、まあ何時に食べるのがいいのかちょっとよく分かりませんけど、だってでかいですからね、こんぐらいあるし、ちょっと食べきれないくらいだもんな普通に。そのお腹のいっぱい度合いで、途中でなんか声出しちゃったとかじゃないよ、お腹いっぱいになるから。ちょっと大きいし、いろいろと問題抱えてる行事だと思います。皆さんはどうですか、今年恵方巻き食べましたか、声を発せず食べましたか、ちゃんと食べきりましたか、その辺も教えてください。ではまた何かしらの動画でお会いしましょう。こんな終わり方してましたっけ、この動画の終わり方を忘れてしまいました。さようなら。